抜けねえちゅうことないはずなんだけど、ね、抜けないんだ。なるほどね。こう入れ込んだね。これは。これスプー、あ、スプーじゃなくて、あの、なんていうのかな。まあいいや。あ、これ猫にベアリング入ってるから、あの、取り忘れないように。すげえ、もうなんだこれ。多分ね、モデブリングリスなのかな。触った感じがね、多分そうなんだね。普通のグリスじゃなくて、多分モデブリンだねこれ。多分ね、ああなるほどね。だからこうなんかちょっとざらつき感的なあれがあるのかな。めんどくせえな、もうダイバーちゃん外すのはいろいろと。もうどうすんのこれ。作業できないやないかい。ライバーが持てないんだけこんな感じで、まあ大まかにこれがね、風呂場で洗ってこようという部品でございます。いや大変。はい、ね、さっきあのバラしてたこのねちっちゃい部品、これはねこういうパーツクリーナー、こういうので洗浄いたします。うん、風呂場だと絶対飛びそうなんで、そんなことないですよね、風呂場でも。ただ、ミスってね、流れそうになったことあります。ほら、もう黒いのがね、出てきてるの分かると思います。黒いのっていうか、まあ、グリスなんでしょうけど。ベアリングなんかはね、こうやってちょっと傾けて、つけ置き洗いといった感じですね、自分の場合は。まあ、あとこれはね、風呂場に行って、まあ、普通の洗剤ですね、あの油汚れに強い的な食器用洗剤、あれで洗浄します。で、まあ、それの方がね、あのこれでもね、もちろん落ちるんですけど、すげえ時間かかるんです。で、
オイル系が確かにすぐ落ちるんですけど、こうやっぱグリス系とか、多分台はこれモデブリングリスだと思うんですけど、こういうのがね全く落ちなくて、全然シマノもそうなんですけどね、やっぱグリスっていうのは落ちないんですよ。なのでそう、でも一番いいのがこれ風呂場に行ってお湯で、洗剤で洗うと、使い捨ての歯ブラシとか、そういうのを使ってですね、そういうので洗えば、きれいになります。はい、そして、ね、洗ったら、数時間置いてください。あの水分は、ね、一応こういうね用意してるんだけど、エアダスターでまずバーって吹き飛ばしてから、あの乾燥させて、さらにね数時間置いて完全乾燥させてグリスを、塗っていくっていう感じになりますけども、まああの大変ですね。何が大変かって、こうやっぱ分解するより、あの洗浄が大変です。部品細かいし、1個なくなったらあれだし、あのまして人のなんでまあなければなかったで、部品がねなかったらないのが分かってるんで、まあ釣り屋さんに注文するだけでいいんですけど、またそれがね注文するとあの結構時間かかるんですよ。1週間から2週間とか、しかも部品ちっちゃいですからね、50円とか100円なんであれなんですけどね。まあ今回はこれ絶対あれやね、メインギアとかはもう行かれてますね、多分ガタガタだと思います。そんな感じでございました。これ大きいよね、洗えるものはあれさと、ハンドルも洗える、ハンドルはいいか、目に見えるしね、この辺とかパーツくらいでシュシュッとやれば、あの別に問題ないんで、という感じでございますね。はい、という感じでですね、まずとりあえず分解編でございました。多分ね2パートぐらい分かれてるのかな結構長いですからね。はい、ね、次は、乾かして、組み立て編にやりたいと思います。はい、そんな感じでですね、ダイワのホームページをね見ながらゆっくり組み立てていきたいと思います。まあね、これまた組み立てるのに時間がかかるし、これ何が一番不便かって、このテーブルが使えない。そうそう、テーブルこれ使えないんですよ。まあ、端っこの方がちょっとねあれすればいいんだけど、これねバラバラに置いてるように見えて、自分ではねこの部品を1個ずつだけど、あの自分で分かるように置いてるんで、これ動かせない、動かしたら分かんなくなっちゃうから、まあすでに半分分かんないんですけどね。それは展開図を見ながら、あと例えばこの動画をね繰り返しっていうか見直すとかね、あのいろいろ方法あるので、だからまあ、あのもしね初めて分解するって方はね、写真ならすごく細かく何枚も何枚もちょっとバラして写真を撮るっていうのを繰り返した方が、いいと思います。はい、ではね今回、分解編、オーバーホールのね分解編ということでございました。まあ、皆さんもあの機会やったらやってみてください。ではバイバーイ。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。